日本に帰れ。日本が理由で炎上した K-POP アイドル参戦。世界中にファンがいる K-POP アイドル。そのため政治問題や国際問題が絡むとややこしいことになるのも事実。今回は日本絡みの炎上をした K-POP アイドル3人を紹介。そして次はジム。ビバースに日本のバンドラッドウィンプスのミュージックビデオのスクショを投稿したジム。しかしその日は韓国の戦没者追悼記念日であったため投稿を控えるべきだったとの声が韓国国内で上がった。そしてノベスマンゴルフ。決勝カードが日本対韓国だった2023年のサッカーのアジア大会。前日にファンとライブで一緒に観戦しようとしていたゴルフだったけど、当日になってアイドルは中立の立場なので日韓戦はファンと見れないとコメント。一部の過激なネット民からお前は日本人かと言われてしまう。3人目、トワイスさん。平成から令和に言語が変わるタイミングで最近に言及する投稿をインサイトしたところ、一部のネット民から日本に帰れなどの多くのアンチコメントが投稿された。その場中でその後はしばらくさらに言及はなかったものの、戦いファンや戦いメンバーのサポートもあり、今ではその笑顔を世界中で輝かせている。